どっちが本物の王者。京都伏見は最速スプリンターを出すがいい。それさえ彼方に葬り去って圧倒的勝利を収めとは。落ち着けよ泉田。俺は進化ゼッケン4箱根学園のエーススプリンターだ。 新海さんの化け物、必ず仕留めるって合図だ。進化せーの3ほら追いついたで。成功しろいちゃうぞ。御堂筋君意味かないんだけど悪いんだ。スプリンターの勝負ってのは 本当に速いやつだけが勝利するんだ。申し訳ないんだ。一応箱がこのゼッケン4番を背負ってる。お前なんで僕より前走ったんだ。 昨日の話や。もっと策略家だと聞いてたが。何の準備もなくこのスプリント仕掛けるわけないやろ。正直勝負あってのお前やで。何だいそれは。陽動作戦かい。 骨持って肉食ったんやろ。噂通りだな御堂筋君。いろいろ敵のデータを調べているらしい。けどこれで実力者は埋まらないよ。そうやって常に前を走る。なんでだ。それは強力なスプリントを見せて相手を失墜させるためだけやない。 新海君はウサギ飛行したあの日以来敵の左側抜けへんのやろ。真骨頂だ。箱根の直線にさ鬼が出るって噂知ってるかい。は鬼。おめえは知らねえだろ。 どんなに遠目に手足を裂かれとる限り恐るならん。こいつは左側が抜けへんのや。やめろせよ。何から抜けねえだ。言ってやるや。ちっちゃい。やさま心配かけたな。俺は負けない。 箱学4番エーススプリンターだ。おい、要請外や。あいつはここで落ちる存在。僕は絶対勝利までは渡せ。ロン。 史上最強の最速を抑えた。間違いないわ。このインターハイの全ての勝利は僕のためにある。どうだか山神言われとるやろ。一日目を派手に取ったらしいや。勝負しようか。僕とキミでレアリーな。ああちゃう。
イちゃん、フェアやないな。うん、そうやな。次はエース守らなあかんねんな。そうだ。流れが箱根学園から恐怖心に来てる。これで